先日の動画で取り上げたアメリカペンス副大統領の演説、中国に対してかなり厳しいことを言っていたわけですけど、まあ見ればわかりますけど、とても重要なものですよ。ただやっぱり日本のメディアっていうのは重要性が分かっていないのか、取り上げ方にかなり差があります。産経新聞は詳細に何本か記事を書いていますね。社説でも取り上げるくらいですから、結構な力の入れようです。一方でネタ枠として気になるのが朝日新聞ですよね。朝日は一体どうなのかっていうと、割と詳細に取り上げていましたよ。さすがに朝日でもこれは外せねえって思ったんですかね。一方で不思議なのは読売新聞です。サイトでペンスって検索しても演説についての記事がヒットしません。あれ、これ僕の検索が悪いんでしょうか。まあこれ出てくるよっていう方、ちょっとリンクをコメントに書いていただきたいなと思うんですが、だから主要紙で出てこないのを読み売りくらいじゃないですかね。変態毎日新聞でもやってましたから。あとはね、これ新聞の枠に入れていいのか、まあ、入れない方が本来いいんだろうけども、取り上げてるけど恐ろしく変更してるっていうのが赤旗ですよ。これはもうタイトルで笑ってしまったんだけど、米副大統領交渉は FTA、 これですよ。ペンス副大統領はあれだけ長く中国のことについて語ってるのに、この赤旗の記事は中国について全く触れてないんです。さすが共産党の機関紙ですよ。中国に対しては何も言いません。今後米中で様々な動きが出てくるでしょう。例えばこんなものがありました。中国当局者を企業機密スパイで逮捕したと。まあこれアメリカ政府がですね、起訴されたのは中国東部江蘇省国家安全庁幹部シェイ・イェンジュン被告。4月1日にベルギーで逮捕され、今月9日に米国に身柄が引き渡された。被告は少なくとも2013年12月から米国内外の航空宇宙関連企業で働く専門家から情報を得ようとして、大学での講演を口実に中国への旅行に招待し、旅費などを負担していた。被告は航空機のジェットエンジン関連技術の取得を狙っていたという、あるあるな手法ですね。まあ中国に呼ばれてってことは当然接待もあるわけですよね。そこでまあいろいろあるんでしょう。そんなこんなで情報を得ようとしているわけですよ。日本のこれ研究者とかさ、政治家とかも大丈夫でしょうか。やたらと中国に都合のいいことばっかり言う、まあ例えば鳥類とかいるじゃないですか。日本も危機感を持たないとまずいですよ。でさらに習近平氏の側近が日本に来てこんなことを言っていました。自民公明両党と中国共産党の定期対話日中与党交流協議会が10日午前北海道洞爺湖町のホテルで始まった。協議会に参加した中国共産党の曹東中央対外連絡部長は講演で、日中関係発展のためには一定のメディア規制が必要だとの認識を示し、日本側に呼びかけた。曹氏は新しい時代の日中関係の発展のために政治的リーダーシップを果たしていかなければならないと指摘。その一つとしてメディアに真実を報道するよう働きかける、両国が客観的理性的に相手の国を見るよう世論の形成に国がリードしていくと述べた。メディアに真実っていうのは、まあ、要約するとですね、中国にとって都合のいい報道をしろっていうことでしょう。中国ではその圧力が、まあ、ありなのかもしれないけど、ここ日本だからね。ただ不思議なことに現状でも日本のメディアっていうのはなぜか中国に対して不都合なことってやらないんですよね。不都合っていうかさ、それこそ真実を伝えるってこともやらないわけですよ。日本の政治家も全然中国にはっきりとした物言いをしないじゃないですか。朝日新聞の報道によれば、臨時国会でも野党は盛りかけを徹底追及。さらに麻生柴山両大臣の資質で攻めるとか狂ってますね。本当に重要なことから国民の目をそらすためにそんなことばっかりやってんじゃないかなって疑ってしまいますよ。さっき紹介した赤旗の見出しでもわかるように、少なくとも共産党は中国から目をそらせようとしてるわけでしょ。こんなの国民の敵ですよ。こういう米中のまあ戦いみたいなことになっていくとね、その日米関係を悪化させようっていうね人たちが出てくると思いますよ。だから沖縄でその焚きつけてね、ものすごい活動する人がね増えていくんじゃないかという予想をしています。